マクシスは台湾第一位のタイヤメーカー、精神ゴム工業が1980年代末から1990年代初頭にかけてアメリカで立ち上げたタイヤブランドである。アメリカのマクシスインターナショナル USA をはじめ、カナダ、イギリス、ドイツ、台湾、中国、タイ、日本、中近東、アフリカ、ナイジェリアに、軽十社の現地法人を有する。 またマクシスグループとして、世界市場で事業を展開、供給先は180カ国以上。生産拠点は、台湾、中国、タイベトナム、インドネシア、インド等を19拠点に及ぶ。R&D 拠点は、台湾、オランダ、アメリカ、中国の5拠点。また2012年には、上海拠点の隣接地に、プルービンググラウンドを開設した。グループ売上高は、この十数年間、 順調に増加を続け、2011年以降は世界第9位の座を継続している。世界の幕室グループの従業員数は2万5000人以上。このうち台湾は約4000人。中国は特にアモイには複数の工場があり、で、約1万人。この他上海に5000人、重慶、天津などに0人以上の従業員がいる。日本においては、青信ゴム工業は、 マクシスブランドで展開する他 CST ブランドで、ホンダスーパーカブの JBA JAA04 型、EBJ j a 1 0型の新車装着タイヤ及びタイヤ指定銘柄として採用されている。マクシスグループの経営方針は、ザトリプル3システムオブマクシスと名付けられ、社ャとしてグループ全体で共有されている。トリプルーとは、100%の信用、100%の品質、 100%のサービス。台湾に8拠点、中国に8拠点、タイに2拠点、ベトナムに1拠点の計19拠点。これに加えて、インドネシアとインドに新工場を建設、いずれも2017年中の生産開始を予定している。台湾、オランダ、中国、中国、アメリカの5つのテクニカルセンター。中国、上海にプルービンググラウンドがある。 ISO9001、ISO14001 ISO、e、E マーク、TS16949、QS9000、DOT など数多くの品質現象を取得、日本の TPM 優秀賞も受賞している。また OEM パートナーであるトヨタ、GM、フォードなど多くの表彰を受けている。グローバルとローカライズを合わせ持った形で事業を、 進めていくという経営トップの考え方のもと、マクシスグループは、プロスポーツのスポンサード活動にも注力している。ベースボールのニューヨークヤンキース、ワシントンナショナルズ、ロサンゼルスドジャース、イングランドプロサッカーリーグのリバプールフットボールクラブ、ブンデスリーガのハンブルガー、またサッカーのサウスアメリカンカップなど大会そのものの、スポンサード活動もある。モータースポーツでは、ブリティッシュドリフティングチーム、 二輪のエンデューロワールドチャンピオンシップなどがある。乗用車用、タイヤ、各種オフロード用、タイヤ、ATV タイヤ、ライトトラック用、タイヤ、トラックバス用、タイヤ、モーターサイクルタイヤ、自転車、タイヤ、農業機械用、タイヤ、産業車両用タイヤなど。ありがとうございます。